現在朝の7時半もうすでに暑いです。今何度かな、ちょっと見てみます。33度、水温は31.1。暑いね。今日も暑いけど、みんな頑張ってね。もう汗が垂れてくる。ご飯が欲しいって寄ってくる。ご飯だご飯だって。朝の7時半。おはようございます。今日もすでにカエルはどっか行ったのかな。夜中はここに入ってる、お水の中に入ってるかもしれないけど、現在はいません。やっぱり隠れる草がないとダメなのかな。こちらの子が一番最初に日が当たるので早く巣立ちをしてあげないとダメですね。まあ、上に板が2枚乗っているの。これは水槽を置く板なんだけど、木のシーラーでぐるっと周りを不織布ね、ずっと塗ってたので、今日は多分もう乾いてるので上に泥船が避けるといいですね。小川ブラックの水槽、全滅に近いです。160匹いたんだけど、100匹は数えました。なんでだろう、お腹が吸い取ったのかな、それが悪いのかな。すごい残念です。小川ブラック、本日大量死してしまいました。なんでやねん。まず水質の問題なのか、暑さの問題なのか、
133匹であります。すべてで135匹でした。なんといつも作業しているところが44度あります。暑いわ。これはしばしで12時半であります。54度、気温54度、水温は37度であります。このようにして日が当たらないようにしております。それではこれから警察に行っていきたいと思います。警察署到着しました。早速行ってきます。刑事課です。ただいまの時間午後3時。だいぶ影が増えてきて涼しそうに見えます。今の気温は40度、水温は 37.8 度。この小川ブラックの水槽の中を水入れ替えてたらヤゴがいっぱいいました。網をしてたのにトンボはいっぱい卵を産んだんですね。すっごいショック。今こちらにいた子すべてこちらに移動しました。180匹いたようです。この子たちを一画上あちらにリセットした水槽に入れようと思います。まずこの50匹を入れます。
で 100匹になりました。これで150匹。これで180匹です。こちらの小川ブラック7月22日生まれ、この子たちは今の小さい方へ入れようと思います。この中で大きい子だけ一画上にあげようか。ただいまこの中にいた子だけこちらに移動しました。それでは水槽に入れていきたいと思います。そうそう、その前にやったのが水草だけ取ったんですね。こんなちっこい虫がいっぱいいます。よっしゃ、まずこれからですね。これからダバッと入れます。よし、ダバッと入れました。ここにこちらを入れます。さあ、小川ブラック入れていきます。ゆっくり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 入れます。よし、よいしょ。よいしょ。何匹入ったか分かりません。